まあ、おっしゃるようにあまりコーナーコーナーをつくよりも思い切って真ん中近辺を上から投げ下ろすというような感じでいいんでしょうね。です、まずはそれでいいと思いますね、はい、まあ、それをねみんなファールにしてくれるので、はい、そこからうまく変化球を使っていけば。右方向です。これはどうか。ぐんと球が伸びていってフェンスに、うんと取った。取りました、長谷川です。大きな当たり、直線的にバックしていきました。今の打球です。そして長谷川のキャッチ、いやー、いいプレーが出ましたね。ですね、はい、ランナー1人残塁と終わりました。楽天1回の表0点です。